ジャズ。皆さんこんにちは、ヨガラ研究所長の石原です。今日話す話は、ファゴットでジャズを演奏している人たちをたまたま YouTube 上で発見したので、その方々を紹介しようと思います。で、これを見ている方々でファゴットっていうのがどういう楽器かわからない方もいらっしゃると思うんで、ちょっと今画像を出すんですけれども、こういう楽器です。で、どうしてこの題材をこのチャンネルで取り上げたかといったら、俺がアメリカに住んでた時にファゴット奏者の友人がいたんです。まあ、正確に言ったらその時すでに彼はファゴットを吹いていなかったんで、ファゴット奏者ではないのかもしれないんですけども、ファゴットをやっていた友人がいたんですよ。で、彼が俺にこう言ったんですね。ファゴットでジャズを演奏することは不可能だと。で、彼は某音楽大学にピアノで受けたんですけど、なぜならジャズをやりたかったからなんですけれども、ジャズ吹いてんじゃんって驚いたんですね。その YouTube でこれから紹介する彼らを見つけて。で、これちょっと余談なんですけど、アメリカでファゴットって言わないでください。必ずファゴットっていう楽器を伝えるときはバスーンというようにしてください。これはなぜか、ファゴットっていうのはゲイをバカにするスラングだからです。で、ジャズを愛する皆様に聞きたいんですけど、有名なジャズファゴット奏者って知ってますか？俺は知らないんですけど。で、なんでファゴットでジャズを演奏するのが難しいのかっていう理由は、俺はちょっとファゴット奏者じゃないのでわからないんですけど、まあ一つ言えることは、音量は出ないでしょうね。他のトランペットとかサックスとかと比べたら、ファゴットっていう楽器は音量が出ないと思います。じゃあマイクをつければいいじゃないかってこう思うと思うんですね。で、おそらくなんですけど、ちょっとね、絵を描いてみました。絵めっちゃ変な謎の絵になってるんですけど、絵を描いてみました。おそらくファゴットっていう楽器の特性上、音が高音から低音にこういう風に下に抜けていくと思うんですね。で、まあどこにマイクを立てればいいのかなって考えた時に、おそらくマイクを立てる位置っていうのはここだと思うんですよ。こういう風にマイクを立てる形になると思うんですね。で、そうするとめっちゃ高い場所にマイクを立てる必要がある。で、しかもプレイヤーはこう動けないですよね。このマイクに音を狙っていかなきゃいけないから動けない。で、ここの場所に立てると他の楽器の音も拾ってしまう。ちょっとね、エンジニアリングの知識がないんでわからないですけど、おそらくマイキングはめっちゃ難しいんじゃないかと思います。ジャズにファゴットをぶち込んだ時ので、そんなにも困難があるであろうはずにもかかわらず、ファゴットでジャズに挑む者たちを見つけた。 YouTube でファゴットでジャズに挑む猛者たちを見つけたんです。で、このチャンネルでそんな猛者を3人紹介いたします。で、まず最初に伝えたいんですけど、この3人は全員男です。なんでなんだろうな、だいたい変なことや風変わりなことをやっている人っていうのは男なんですよね。以前ね、こんなことを言っていた人がいました。自分たちのバンドの客が全員男になったら、自分たちの音楽性を見直した方がいいって言っていた人がいたんですよね。まあ、それぐらい男っていうのは、まあこれね、一回ジェンダー論とかそういうの無視して言ったら、偏ってる人が多い傾向にあるってことです。女性と比べて。なんで、まあ大体そういう偏ったこととか変なことをやってるのは男なんですよね。で、今回紹介する3人、この3人は俺が聞いて、おそらくこのチャンネルを見ているジャズにうるさい人たちも納得するようなジャズを受けている人、または面白いことをやってる人を紹介します。で、今回の3人なんですけど、このリサーチをするまで俺は誰一人として知らなかった。ジャズが大好きな俺ですらこの3人を誰も知らなかったんですね。それぐらいまでジャズファゴットの認知っていうのがまだ低いんだと思います。まあでも実際俺が見えてないだけで、実はジャズダダダサカオって盛り上がっているのかもしれない。ただ残念ながら俺は知らなかったんですよ。この3人イノベーターなんじゃないかって思います。
超尊敬できるジャズイノベーターのジャズパコット奏者、まず一人目を紹介する。まず一人目はこの人だから。それではまず一人目を紹介していこうと思うんですけど、これ見てる方思うと思うんですけど、なぜさっきの映像と服装が同じなのに髪型が違うのかって見てる方思うと思うんですけど、これなぜ髪型が違うのか、俺の髪型が違うのか、その理由は撮っている日が違うからです。で、奇跡的に、全くこれ意識してなかったんですけど、奇跡的に服装が同じなんですよね。まあそんな話はいいとして、一人目はギャレット・ジョーンズさん。ちょっと読み方はわからないんですけど、この人です。で、このギャレット・なんとかさん、このギャレット・なんとかさんがどういうジャズのパコット奏者かというのをまとめてみました。この方はスタンダードのジャズの曲を中心に YouTube に投稿してます。で、この人なんですけど、この人はストレートアヘッドのジャズなんですよ。特にアドリブフレーズ、ここにビーバップのフレーズをガンガン入れてくる。これを最初に出た時こう思ったんです。パコットでもこんなことができるのかって、そんな方なんですね。で、この人の動画っていうのはよくわからない練習室でのカルテットなんですよ。もうガチジャズなんですよ。で、この人の動画のリンクもこの動画の概要欄につけておくので、見てみると面白いと思います。はい、続きまして2人目紹介する方はこの人、アレキサンドレ、これなんて読むんですかね、シールベリオかな、ちょっとまた読めない方なんですけど、アレキサンドレ・シルベリオ、多分この方です。この方を2人目として紹介しようと思います。はい、で、シルベリオさんどうやらクラシックもやっているようです。ジャズの他にクラシックもやっている、クラシックの動画も YouTube に投稿していたんですね。で、この方何がいいかって言ったら、録音が結構綺麗なのがめっちゃあるんですよ。で、見てみました。どういう風にマイクを立てているのか、どういう風にマイクを立ててパコットの音を取っているのか。この方、ここに1本マイク、パコットのここの部分に1本マイク、そして手元にもう1本のマイクを置いて録音しているんですよ。だから、なのかもしれないけど、結構ね、録音が綺麗なんですよ。で、肝心のジャズはどうなのか。インビテーションって曲を演奏しているんですけど、この映像結構かっこいいです。どういう風にかっこいいかって言ったら、後期コルトレーンみたいなフレーズを入れてるし、なんかそのファゴットの面白いこのインビテーションが持つ独特のこの妖艶な雰囲気に合ってるんですよ。で、この方の演奏を聞いて思ったことは、あ、ジャズの曲でファゴットが合う曲っていうのはあるんだなっていうことを実感しました。で、ちょっと俺はこの録音についてはド素人なんでまとめてるかわからないんですけど、2人目はそんなアレキサンドレ・シルベリオ、読み方はちょっと合ってるかわからないですけど、そんな方を2人目として紹介させていただきました。はい、で、今紹介したシルベリオの動画も概要欄にリンクを貼っておくので、もし興味がある方は見ていただければと思います。で、最後に紹介する方はなんとあの人、ポール・ハンソン。ポール・ハンソンが出てきたって思う方もいらっしゃるんじゃないんでしょうか。そう、ジャズバゴット、最後にこの動画で紹介する方はポール・ハンソンです。で、ポール・ハンソンさんのことがよくわからない方もいらっしゃると思うので、まとめてみました。ポール・ハンソンさんがどういう人か、これ一言で言えば、ポール・ハンソンさんはファゴットで新しいジャズの可能性を切り開いている人だと思います。どういうことをポール・ハンソンさんはファゴットでやっているのか。ファゴットをエレクトリック化してるんですよ。どういう風にやってるかわからないんですけど、ちなみに、まあ、ファゴットにエフェクトを繋げてるんですけど、その繋げ方の動画はあったんですけど、ちょっと俺は全部は見てない。ただ、そういった動画もありました。チュートリアル動画ありました。で、ハンソンはテクノロジーに積極的なんですよ。なんかリモートセッションみたいな動画も上がってましたし、一人で多重録音みたいなことをやってる動画も上がってました。ほんとね、後期マイルズみたいなことをやってるんですよ。ファゴットで。それが、ポール・ハンソンさんだと思いました。
そんな感じでハンソンさん、新しめのことばっかりやっている人なのかと思いきや、自身の YouTube チャンネルでチャーリー・パーカーの隣なんかも投稿していたので、ハンソンさんはそういった前衛的な表現だけではなく、ジャズのトラディショナルギーバップにも尊敬がある人なんじゃないのかなって思いました。そんな感じで最後3人目紹介したジャズファゴット奏者はポール・ハンソンでした。で、今紹介したハンソンさんの動画も概要欄にリンクを貼っておくので、もし興味がある方は見ていただければと思うんですけれども、今紹介した3人どういう順番で聞いていったらいいのかっていうのを考えた時に、おそらくジャズの歴史を考慮したらこういう順番になるんじゃないでしょうか。ストレートアヘッドのジャズを演奏するジョーンズ、モーダルのシルベリオ、そしてジャズにファゴットで新しい風を吹き込もうとしているハンソン、この順番で聞いていったらいいんじゃないのかと思います。はい、そんな感じで今回の動画ではまだまだ認知度が低い、もしかしたらその界隈ではめっちゃ盛り上がっているのかもしれないんですけど、ファゴットでジャズを極めんとする3人の猛者を紹介させていただきました。まあ俺が何を言いたいかって言ったら、ジャズの可能性は無限だってこと。はい、今回の動画はそんな感じですね。ヨアラ研究ではジャズに興味が出る動画、ジャズ好きにはたまらないような動画を日々配信していきます。この動画が少しでもいいなと思った方はぜひとも高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ヨアラ研究所でした。